お疲れ様です。雨が苦手なのに6月生まれのよしお PC です。今日はですね、こんな僕のためにですね、トニックダイナの常連の若菜兄弟がですね、僕にプレゼントをくれたんで開封してみたいと思います。じゃじゃん。まあおっさんになって誕生日をお祝いしていただくっていうこともですね、こっぱずかしさはあるんですけれども、すごく嬉しいです。ありがとうございます。何ですかね、これはケミオン、ケミオンって読むんですかね。メガネですね、どう考えても。いきます。おお、ハッピージョイント、卸売印字も受けたまわります。ぶち上げ .com、 ぶち上げ .com っていいですね。ハッピージョイントもかなりこう、まあパーティー感あるというか、イカれてますね。取扱説明書みたいなものが書いてあるんですけど、まあちょっと海外の言葉で、日本語、ケミオンは異物が入ると感電、感電？一体これはどういう、じゃじゃん、行かれてますね。これどうすか？似合いますかね？誕生日プレゼントにこれをいただきました。なんかでも結構作りがしっかりしててかっこいいですね。でなんか電池がここかな、あ、ここだ、ここが開きました。ここと、まあ LR と言いますか、左右で電池がここに入るんでしょうね、多分。あ、こっち開かねえ、あ、開かねえ、こっち、あ、開いた。電池が2つあるみたいなんで、ちょっと電池を入れてみます。いやー、今回ですね、本当誕生日、他にもね T シャツいただいたり、お肉いただいたり、焼肉のタレいただいたりですね、シャンプーいただいたり、今僕が履いてるハーパンもですねいただいたものでですね、まあ、よしお PC いただきもので出来上がっております。ありがとうございます。いや、左開かねえよ若菜くん、左開かねえよめぐちゃん。そう、若菜兄弟っていうのはですね、お兄ちゃんとですね妹さんのめぐちゃんがいましてですね、それで兄弟なんですけれども、お兄ちゃんもねなかなかこうセンスがいいというか、トレンディーな男ですしね、めぐちゃんはめぐちゃんでこうみんな大好きめぐちゃんって言われるぐらいこう可愛くてですね、電池を入れてみましたよ。え、これスイッチとかどこにあるんだろう。今だってこれはシートなんでつけときますけど、電池入れたらちょっと重くなったけど、ドゥンドゥンドゥン、まあ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 いい感じですね。実は視認性も結構いいっすね。なんか電源入れる場所絶対あるよね、電池なんだから。わかんねえ、わかんねえんで、お家に帰ってゆっくり調べてみようと思います。はい、ということでですね、家に帰ってきてこのケミオンを改めてじっくり研究してみたいと思います。ケミオンをちょっと調べてみましょう。ケミオン、ほう、あ、やっぱ光るんだよね。まあ当然だけど、あ、ディスプレイグラス、 Bluetooth、 なるほど、 Bluetooth で文字が入れられるのかな、こうやってよしよみたいな、そんな感じで文字が、おーです。あ、スイッチの場所はここか。あ、スイッチの場所あったわ。ちょっとこれ押してみます。押します。あ、光った。チャラい。なるほど、あとはじゃあアプリを落としていくんだな。多分 Bluetooth 接続っぽい画面になったので、スイッチを入れてみます。だいたいこれでサクッと接続できそうなんだけど、で立ち上げ直したらできました。何やら音に合わせて光る、あ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 パターンもあるみたいなんで、まあこれ今僕の声に反応してますね。ちょっと曲を流してみます。
チャラい。どうですこれ、ちゃんと光ってます？どうもよしお PC です。これちょっと後で確認してみよう。ていうかこれ面白いじゃないですか。若菜兄弟ありがとうございます。ケミオンイケイケで楽しいです。いやー、ということでですね、よしお PC、イカれた令和元年にふさわしいチャラメガネを誕生日プレゼントでいただきました。ということで、もしこういう商品気になってる人いたらこれおすすめかもしれないです。じゃあ今回の動画はそんな感じで、もしよかったらまた遊びに来てください。お疲れ様でした。バイバーイ。